こんにちは、こんばんは、イノポンです。本日のお話は、当て前を見つけ出す方法についてお話しします。その方法は、イノポンが作ったので、イノ。3センチなので、3。中心なので、真。まとめて、イノ三心になります。しかし、そこに突き出さないといけないので、後でまっすぐ突き出せる絶対値の構え方の 方法もこそっと押していますので、よろしくお願いします。期待大でお待ちください。では、よくわかるアナウンサーさん、お願いします。本日もよろしくお願いします。呼び名は、うま味成分のイノシン酸ではなく、イノサンシンのご説明をさせていただきます。手玉についてお話しします。手玉の大きさは、 先玉より少し小さめで、先玉の直径 5.08cm2 インチ、手玉の直径 4.76cm1、8分の7インチ、1インチは 2.54cm なので、8分の7は 2.2225cm になります。足すと4.7625になります。5.08で割ると0.9375。 大まかに言うと94%になり6%手玉が小さいということになります微妙に手玉が小さいのでこの違いが先玉を動かすのに少し違いが出るようですタップの当たり具合の誤差と被弾性衝突の動きも考慮してイノポンの胃の三振が作られました考え方として玉は 止まる止まるが当たるのです。どことどこが当たるか想像できないです。これでは玉突きが難しすぎですね。厚みがわかるには努力と時間がいるのです。見る角度によっても厚みが変わって見えるのは目の錯覚です。同じ半分の厚みでも見る高さや距離によって違って見えます。厚みシュミュレーターをご覧ください。 シュミレーターはすべて近い距離で作っています。すべてのボールは真っ正面から見ています。左のボールは15度上から見ています。右のボールは30度上から見ています。厚みが同じでも、見る角度や距離、高さによって、進行方向が違いが出るように見えるので、これではどこを狙えばいいのか、非常にわかりにくいのです。 構える高さや手玉先玉の距離によって厚みの正確さが欠けるので同じ高さで見る癖をつけた方が正確な厚みが覚えられそうです同じ視点の高さで厚みを確認しないと高い視線の位置で確認して低い視線で位置で構えると微妙に厚みが変化している状態に気づくことなくそのままついてしまうのが 当たり前なのです。目の錯覚って気づかないのが盲点なのです。できるだけ錯覚しないようにするのがイのポン流です。対処方法は低い位置で確認。同じ高さでフォームを作るのが基本になります。立って確認した厚さで低いフォームに入るとあやふやに見えるのです。ここは注意しないといけないです。 ちょっととしたことで厚み,は安定します厚みは気にしすぎると見る高さと距離で錯覚しますので厚みで測るのは問題があります同じ高さで見て同じ高さでアプローチ同じフォーム同じフィニッシュができるのがプロへの扉なのですいろんな配置があってもできる限り同じ高さで確認し最後まで 同じ高さでつくのが良いと思います。球を出す角度はどこでも均一にしないとダメなのです。クッション際の手玉をつく際でも、球尻を上げても、見る位置は下からそわすように上に上がっていかないと勘違いしますので、ここが重要ポイントになります。では、胃の三振に話は戻ります。胃のポンは厚みに対しては、 ほとんど考えてないです。考え方として、まずは、手玉を前円で考えるのではなく、半円で考えます。さっきと違って、当て前方向性がわかりやすいのです。玉の行く方向が見えてこないでしょうか接点がわかりやすい、イノポンの付き方は、手玉の中心を付くので、実際に当たるときは、 手玉半円と先玉円が当たるというふうに考えています。基本がないので基本を作り入れる物理の法則を考えました。その方法は狙い目を確実なものとする100人が同じ方法で玉が入る。誰でもわかる。そんな当て前の物理の法則が胃の三振なのです。では狙い方について。 お話しします。一番目にすることは、先玉の進行方向、青線です。その時に、ポケットする穴の中心から、先玉の中心に向かうピンク線直線を出します。このピンク線が重要です。下側に線を引きます。後ほど、図と球で実演します。中心線ではありません。玉の下側に線を引きます。 間違わないようにしてください。線が引けましたら、先玉の手前の端から、3センチメートル後ろを、手玉の中心で突くように、構えます。下線で引きます。玉の中心線ですると、球が置けないので、距離感がわかりにくいので、注意です。ではこの3センチメートルですが、どうして測るんだろう、ってなりますよね。 画像をご覧ください。サシで測っていますが、効き目。イノポンは右で見て3センチメートルです。左目でこの距離を見ると、2.5センチメートルに見えますね。0.5センチメートルも違って見えるのです。これは目の見える角度で、若干変わるのです。真上の効き目で見ます。幅を見る目も効き目重視で見ないと、 近い球の錯覚を起こす原因になるので必ず利き目がその線や幅の真ん中の直線上で見ることが絶対条件なのです利き目で見た 3cm が分かればすべて玉はひねりが入らない限り青線の進行方向に向かいますしかし物差しがない限り 3cm は測れないので、目安で先玉の半分くらいの幅約 2.5cm、プラス 0.5cm で 3cm くらいに、急先がまっすぐに向かうように構えます。ここは大体で OK です。次に厚みをより正確なものにするために、確認作業を行います。予測した形は透明なので見えないのですが、 ここで役に立つのが、1、先ほどお話しした半円の形で方向を確認します。半円なら、どことどこが当たり、どの方向に向かうのだろうと予測はしやすいのです。この辺たりが衝突し、その方向に向かう線は、こんな形になるんだなって、そこまで理解できましたら、この図で説明させていただきます。 形は反対になれば逆の発想になるのでご了承くださいでは次の確認は2手玉の当て前からポケットに向かう横線先玉がポケットに向かう時に先玉の下側に引いた横線と手玉の下側に引いた横線を3本線を出しておきますこの3本線は平行になりますので現実は 見えてないですが3本線があれば想像はかなり明確なものになっています先玉の下側に引いた横線と手玉の下側に引いた横線が当たる際に重なれば良いわけなのですその線と先玉の中心からポケットに向かう線は実は先玉の半分が当て前になりますそこが手玉が先玉に当たる点になります ビリヤードは想像でつきますが、現実に見えている景色だけで判断しますので、奥側の方は見えてないので信用してはいけません。目も広い範囲を見るのは大変なので、見なくて OK です。では、最後の確認です。3。次に当たるとき、先玉と手玉の縦線も確認します。先玉がポケットに向かうときに、先玉の右側に引いた。 縦線線、と、手玉の左側に引いた日本線が当たると同時に同じ重なりになります。胃の三振の順序は1 3トル、後ろを手玉の中心で突く2当て前であろう線を出す3先玉よこした線手玉よこした線の重なり4先玉右縦線手玉左縦線の重なりこれでの重なり。 当て前もバッチシになったと思います。あれって思った方もいると思いますので、お話ししておきます。大きさが違う玉なのに、平行線が重なると言ってますよね。これには訳があります。実践と画像でお話ししたいとこですが、時間が来てしまったので、次回の課題にさせていただきます。 本日も最後までご視聴くださりありがとうございました。胃の三振、頭ての取り方が参考になったと思う方は、いいね、チャンネル登録、お願いします。まだまだ様を知っていただくために、いろんな、コツ、を、お話ししていきますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。